マーボーナスマーボーナスは、四川料理の一つである、魚、カナ子を日本でアレンジした中華料理の一種。魚コートは、粗熱症や豆板醤、ニンニク、生姜が効かせ、甘酢を隠し味に使った調味法のこと。粗熱症により、魚を使わずに、魚のような旨味を作り出す手法で、他に、ナスではなく、豚肉や鶏肉の細切り、油菜などを使う場合がある。 日本における麻婆茄子は魚香ではなく麻婆豆腐と同じ調味法により作られる茄子とひき肉の炒め煮で1980年代に丸目や食品工業や味の素などが合わせ調味料を発売したことで広く日本の家庭に普及した。あわらつしょうを用いないことで魚風味がなくなる一方、茄子との相性と日本人の味覚を考えて 唐辛子風味を抑え味噌味の風味を効かせたものも存在する。ペイメイ、フー、ペイメイ、エスチャイニーズクックブックボリューム1、アスクマールパブリッシング、ピアニッシモ、189、ISBN 9兆7819億3584万2 4 https .google.com id d l g v t z d t q c コグラムイコール p t 1 8 9 2 0 1 6年10月3日、閲覧。魚香り、カルチャーセンター8 0 c ハット a b e マーボーナスは、日本で考案された料理だった丸マ,マーボーナスの元30周年。マイナビニュース。2020年8月13日閲覧。ありがとうございます。